ムーン97年アスキー、どうもアラヤンです。さあ今回はお化け屋敷の中のね、白いお化けさん、あいつが美味しいもの食べたいって言ってたんで、その美味しいものを集めて持っていこうかなって感じかな。はいよ、まずはおばあさんのところで寝て、おばあさんからクッキーをいただきましょう。ゲット。あとはパンかな。どうしようかな、食パン買っていきましょうか。食パン、さて戻ってきたよ。また絵の中行きましょうか。どうやったらこれ入れるんだろうな。あ、入れましたよ。ちょっと目の前で待ってたらいいのかな。さあ甘いものをくれって言ってたから、クッキーをまず持ってきました。さて甘いお菓子、どこ行った。あった、手作りクッキー、ありがとう。美味しそうなクッキーだ。美味しかった。なんだか満ち足りた気分だよ。それじゃね、これで OK かな。パンはいらなかったのかもしれませんね。トイレから出てきた。それじゃあ右端の白い彼のところに行きましょうか。絵の方は全然満ち足りた表情してなかったけどな。どうも。あの絵をね、よく眺めてみてよ。そして僕の記憶の満たされない部分を埋めて。まだっぽいな。もっと食わせろってことか。誰だよあんた、また違うやつ出てきましたね。なあ誰だよ。俺は小腹が空いてるぞ。だから何か食べたいぞ。目が湧くばうまいパンを食べたいね。俺はパンの耳が大好きなんだ。食パンで当たりっぽいよね。食パンどうぞ。ありがとな、うまそうなパンだ。うまかった。なんだか満ち足りた気分だ。それじゃあな。オッケー、パンもいけましたね。これでオッケーかな。あれ、もしかしてまだか。まだっぽいな。あと食べ物なんかありましたっけ。もう一回絵の中行って何が欲しいか聞いてきましょう。わっはっは、今度はだいぶ声太ってますね。こんなところに人が来た。わっはっは、笑ったら腹が減ったぞ。わっはっは、珍しいものが食べたいぞ。キャビアみたいな珍味だぞ。そんなもん持ってねえな。何かそれっぽいものを見つけたら持ってこなきゃいけないってことかな。今はじゃあクリアできなさそうですね。
残念。じゃあ今度はヘイガー博士のところかな。トロピカルフィールドからヘイガー博士の研究所行ってみます。このお化け屋敷から助け出しましたからね。さてやってきました、ベイカー博士の研究所のところ。ここ入れんのかな。前と違って西洋風の3人家族からバッジはもらってきましたが、スキャニング終了。あ、入れそう。ヘイガーバッジ称号お通りください。どうもありがとう。オッケー、やってきたぞ。これがヘイガー博士の研究所ね。不気味だわめっちゃ不気味。何がぶら下がってんのあれ。入ってきましたけどヘイガー博士がいない。特会員バッジをお持ちでない方のご入場はここまでとなっております。あしからず特会員。ちょっと朝まで待ってみます。ヘイガー博士来るかな。日が昇ったらあいつらが動き出しましたが、何なんだろうねこれ。どういう仕組みなんだろう。何か音が聞こえてるけど、やっぱり中にはヘイガー博士はいない。何の音だこれ。話しかけられる。あなたの募金が世界を救う。これからもより一層のご協力をお願いいたします。なるほど。やっぱりこの中は誰もいないっぽいよな。なんか出てきた。あ、募金箱。そうね、とりあえず1000ネカ募金しないと会員になれないとか言ってましたよね。1万ネカ募金して特会員になろう。毎度ありがとうございました。え、ちょっと待って、1000ネカじゃどうもならないってこと。マジか、1万ネカ入れないとこの奥行けないってことですか。結構金の亡者だな。どうしようもないね。しゃあないから、じゃあ次は東の風の谷行ってみますか。よく考えたら B ハブのメモの場所がここな気がするんだよな。ここに黄色い箱はありましたもんね。これこれ、これの裏側じゃない、ここ。あ、違うか。あった、メモがある。王じゃなかった、点があるじゃねえかよ偉大な海賊 B ハブ。点があるってのはあれかな、玉屋のことかな。花火職人のところですよね。玉って書いてましたもんね。あそこじゃねえか。はい、をやってきた。ここじゃないか、この点でしょうね。はじめちょろちょろ中パッパ、キャンプの飯はうまいね偉大な海の族が B ハブ。海賊じゃないのか半合水産ってこと。半合水産のキットだったら貝の入り江にありましたよ。誰かいてる。誰だこれ。キリキリムシを集めてるんだ。キリキリムシってのは釣りに使う餌のことだよ。月の光を食べる虫なんだ。最近めっきり少なくなってな。これのことね。ゲット。あ、ここで釣りの餌拾えるんですね。知らなかった。
さっきのはここにいた釣りおじさんですよね。この釣りおじさんのここに、ほら、これ飯盒炊爨キットでしょ。お腹が膨れたら俺はこたつで寝たいんだ。ビーハブザパイレーツ。こたつで寝たい。こたつなんかあったか、どっかに。こたつは見たことないな。まだ先かな。あら、ここに吉田がいてますよ。おばんです、アラヤンハン。よう来はりましたな。ところで、アンさん調子はどないです。ぼちぼちです。ラブが集まらない。ラブが集まらない。ほな、ちょっとコツを教えましょうか。生き物の死骸を探すんですわ。すると近くにそいつの魂がフラフラしとるはず。そいつをすかさずキャッチしてくんなはれ。まああとはいろんな人に話しかけて、面白そうな話があったら首を突っ込んでみることですわ。誰かに何か頼まれたらちゃんとメモっとかなあきませんよ。人間ちゅうのは忘れっぽいからね。ほなさいなら。こんなとこで吉田飼われてるんですね。朝になったら吉田が出ていきましたよ。あ、どこ行くどこ行く。吉田どこ行った。もうここにいますね、吉田ね。さあ、てことで行き先が分かんないんで、次は東の風の谷行ってみましょうか。いきなり誰か倒れてますね。アニマルの死骸かな。なんか上の方に。あれ、これアニマルじゃないの。上の方に誰かいてんな。あんな上の方どうやって登るんだ。これも死骸じゃない。あー、なんか誰か走ってる。なんだ今の。さっきのやつどこ行った。どっか行きましたね。これもなんだろう、これなんだ、これなんだろうね。風の谷って感じじゃないですよね。めっちゃ砂漠ですよね。東の方に道が続いてて、ここになんか誰か死んでるぞ。タイファイター、タイ式戦闘機、地上5メートルの高度を一定に保ち高速移動。さっきからブーンって飛んでるやつですよね。地上5メートルってことは、こっからじゃ手が届かないってことか。こっちは違うマップへ切り替え。この地面ボコボコなってんのも何かわかんないしな。この辺の花も何なんでしょうね。ここは行き止まりかな。そこになんかの死骸がありますよ。ドロールくん、高いところが大好き。しかし1日に1度しか伸び縮みしないサボテンは短気なドロールくん的にはちょっと苦手。1日に1回サボテンが伸び縮みする。なんだろうね、ただだだっ広いだけでなんもないんですが。めちゃくちゃ広いな、ここ。また走ってんね。こいつは、モグラマグラ。地下世界を移動するモグラ。太陽の光が大嫌い。結構道に迷ってる感じ。これどこ？はじめの分岐かな？あ、夜になりましたね。はじめの分岐っぽいな。すごい音が聞こえてますけど。飛んでる飛んでる、あいつ飛んでますね。なんだろう、えらい音が聞こえてるぞ。ゴンゴン言ってるけど、これはなんだ、なんだこれ。通れなくなりました。あれが伸び縮みするサボテンってことか。この辺にもいますね。伸び縮みするサボテンがそこら中にいてるっぽい。これで高台の上に登って捕まえに行くってことかな。そうか、じゃあ現状はここで何もすることなさそうなんで、また
昼間にこっち来て夕方まで待つ感じかな。じゃあさっきの右上の方にあった別のマップへの行き先、入り口、こっち先に行きますか。ここなんか矢で撃たれてんぞ。バードン、体が大きくトロイトリ、水色の体は空を飛んでいる時の保護色のつもり、しかし赤いトサカが目立つので無意味。こいつもやられちゃってるんですね。あ、誰かいてる。眠ってますね。これは？これも死体だな。サドマイル、黒き死神町現れし、その夜サドマイル地獄の淵より這い上がる。サドマイル目次録第2章6節より抜粋。なんだろう。さらに向こう側へ。ここもいっぱい倒れてますね。いい数値。座っている人を見ると自分に座らせてあげたくなる。しかし背を向けて座れのポーズをするまでは安心できない。この辺で座れってこと？出ましたね。背を向けて座れのポーズをするまで待てってことか？オッケー、キャッチ。こいつ椅子ですよね。椅子数値っていうか椅子だな。どうも。こいつはコマちゃん。体中に生えたふさふさの毛が人気の愛玩動物。特に若い女性に人気はあるが、コマちゃん自身は撫で型の男性に弱い。さっきこの辺に出現してたやつかな。あいつ早えな。来た。キャッチできない。オッケー、キャッチ、コマちゃんですね。ゲット。あと下の方を突っ走っていってるあいつですよね。オッケー、コマちゃんゲット。で、なんかこの辺を突っ走っていくやつ。